で、この光源氏の沈み日も忘れぬものを懲り妻に身も投げつべき宿の藤波、これはなかなかいい歌ですね。思いの深い歌です。連想せられていることが沈み日も忘れぬものをというふうな、過去の苦しい思い、その動機は朧月夜との恋の事件だったわけですけれども、そのために我が境遇があんな悲劇的な境遇に沈んだことも心からは決して忘れることはないものを、それでもなお懲りることなく身も投げつべき宿の藤波、この下の句がなかなか深く響きますよね。で、それを受けて身を投げん淵も誠の淵ならで掛け地や空に皿に懲り妻の波と答えるわけですけれども、でこの光源氏の歌としてここに、使われている、もちろん紫式部が作ったはずの歌ですけれども、江戸時代の歌人の中で古今調の歌を江戸時代に読んだ代表的な歌人として香川歌劇という歌人がいますけれども、それほどいい歌がたくさんあるという歌人ではないのですけれども、江戸時代としては、代表的な歌人の、歌人であるわけですが、その香川歌劇の歌に青海の渦政寺に来てみれば身も投げつべき花の影かな、歌劇の歌の中では一番いい歌ですね。青海の京都のあの渦政寺ですけども、それを出すためにまた青海の渦政寺とこう言ってるわけですが、その青海の渦政寺に来てみれば身も投げつべき花の影かな、一番やっぱり他の花、桜の花であっても不都合ではありませんけれども、青海の渦政寺というあれから見れば身も投げつべき花の影かなの花はやはり藤波の花見るのが一番ふさわしいですよね。こっちの方は源氏物語の光源氏のようなその背景、心の背景を考えなくてもいいんですけれども、当然歌劇の心の中では、源氏物語のこの歌が心にあったに違いないね。身も投げつべき花の影かなというこの下の句は、いいですよね。やっぱり歌作るものならばこんな言い方してみたいと思うわけです。で、現代の話になるわけですけれども、この前に太宰があんなふうに受水自殺、女性と玉川上水に身を投げて、そしてなかなか、その死体がしばらく発見せられなかった、その時期に
折口信夫の家で、屋敷神のようにして玄関の神棚に祀ってあった太宰の郷里の金木町の隣村の村の辻に祀られていたカッパさん、おすいこ様と書くわけですが、村ではおしっこ様と言っていたその水の神様カッパさんですが、非常にこう威厳のある、おがっぱは黒い漆で、塗られていましたし、目がっぱは朱の色の漆で塗られていました。その夫婦の水の神様、堀口信夫は朝出ていくときにぴょこっとこうハンチングを脱いで、そこでぴょこっとお辞儀して、そして出ていくわけです。帰ってきたらまたぴょこっとハンチングを取ってお辞儀するわけですけど、それはたびたび言いますけれども、東京を歩いていて靖国神社の前通っても明治神宮の前通っても同じような形でお辞儀するわけです。もちろんそれは正式参拝とか言ってこう案内せられて、御殿の中で、玉串あげて拝む時なんかはそれはそれなりの作法で拝みますけれども、道を通りすがった時の挨拶は道端に祀られているお地蔵様にぴょこっとお辞儀するのも、あるいは屋敷神のカッパさんにぴょこっとお辞儀するのも、明治神宮でぴょこっとお辞儀するのも全然変わらない。霊的なものに対しての差を全然つけない人です。神主のうちで育って、なんかそういうことを四角四面にしつけられた僕は初めびっくりしました。で見てるうちに、ああやっぱり古代の本当に感じ取れる人はこういう心なんだなと思って、だんだん分かってきたわけですけれども、でそういうそのカッパさん、夏休みの少し前 には必ずカッパ祭りというのをして、台本を自分で書いて、そして我々が学生たちや、あるいは国学院慶応の先生になっている我々の先輩までそれぞれ役を与えられて、そしてカッパ祭りの劇を演ずるわけですね。それが日本の古代の世界であったり、ある時はフォークロリックな民族学的な村のお祭りであったりするわけです。そこにいっぱいその我々学生はその他大勢になって八つ手の歯を頭に結びつけてカッパになって出演するわけです。だんだん上級生になるとカッパ大王になったり、大きな役が与えられるわけです。でそういうそのカッパさんが太宰が受水した後、太宰と非常に仲の良かった今春部さんが、一日中その行方を探して、夕方になるとげっそりした顔をして、堀口先生も太宰と直接会ったことはないのですけれども、太宰の作品やあるいは、太宰の境遇考え方というふうなものに対しては共感したり同情したりすることが多かったわけです。まだ見つからないかいとか言って、で僕はそのカッパさんが気になってしょうがないわけです。ことに朱塗りのカッパさん、なんか一緒に太宰を引きずり込んだ人の友達である女性を僕は知っていた、知っていたって源氏物語の中の人のような知り方とは違いますよ。その頃折口信夫のところにいた僕らっていうのは、全然こう異性なんか眼中にないような心境でいましたから、
ただその人からちょっとこう多少そうなってみるとなんか思い当たるようなことを聞いていたわけです。で、目がっぱが気になってしょうがなかった。そしてやがてその一部始終が明らかになって、死体も見つかって、その頃ですね、今さんが太宰から伊藤幸男の歌の色紙をもらっていたということが分かったわけです。その伊藤幸男の歌というのが、伊藤幸男の色紙というのが、こういう歌なんですね。池水は濁りに濁り、藤波の影も映らず、雨降りしきる。荒木の歌人の一人であった正岡子規の皇帝の一人であった伊藤幸男らしい写実的な歌ですね。ですけれども、同時に写実だけじゃない、なんか暗示的な内容も含んでいる。池水は濁りに濁り、藤波の影も映らず、雨降りしきる。どういう経緯でこの色紙を太宰が持っていたか、そしてまたどういう心境で、亡くなる、おそらくそんなに長くない前なんでしょう。それを今春部さんに与えたか、そして間もなくあんなふうに受水していったわけですね。なんか気になる、しかし歌です。そして気になる話なんです。それからさらにそこに折口信夫の屋敷神であったカッパさんを絡めていくと、ちょっと複雑な気持ちになるんですね。この源氏の歌、それから香川歌劇の歌、それから伊藤幸男の歌と太宰、あるいは日本の水の神と、それから富士、水のシンボルですけれども、そしてその聖なる天津水を伝えているのが藤原氏ですね。雨二神の峰に峰から、ね、流れ下る聖なる水、それが宮廷の聖なる水のもとであって、そしてそういう水とみそぎ、天使のみそぎ、そこに立ち会う聖なる乙女、それが藤原乙女であり、藤原の宮というふうなのが、飛鳥から藤原へ移っていく、あるいはやがて奈良へ移っても春日神社の前に藤の花がシンボルとして植わっているわけですけど、今でも春日神社の宮司は藤原氏一族のものでなければ宮司になれない、藤原氏というもの。そして源氏物語のこういう宮廷の女性と違った力を持ちながら、しかし宮廷の正義に加わっていく王子の女性、ここでは右大臣家の女性ですね。それと光源氏のああいう恋愛というふうなものが、源氏物語の中で、それは紫式部の作為というふうなものが大きく働いているわけですけれども、同時にそれを背後から突き動かしている不思議な、大きな 脈絡、途方もない長い年月を貫いている日本人の心理構造の奥に潜んでいる脈絡がある。それからそういうものに絡んでくる和歌の表現っていうふうなものが、また何かそういう
地下の水脈のような心の脈絡をとこう浮かび上がらせてくる、小さいけれども浮かび上がらせてくる不思議な深みを持った、叙情的な深みを持った文学であって、物語の骨格としての役割を果たすものであるというふうなことですね。なんかそんなことを考えさせられるわけで、源氏物語の大きな骨組みの一つである紫のゆかりというものに絡んでくる、そして同時にまた水に絡んでくる、聖なる水に絡んでくる脈絡でもあるわけですね。今日はこれ